皆さんこんにちは。レク専任講師、税理消費税法を担当します小出と申します。よろしくお願いいたします。消費税法、今回は令和4年度に実施されました税理士試験の消費税法の徹底検証会ということで、問題の出題の分析、そして合格のボーダー答案としての得点何点ぐらいなのか、また合格確実の得点は何点ぐらいなのかというところを中心にお話ししていきたいと思います。まずは皆さんお疲れ様でした。猛暑日が続く暑い中での受験、そしてコロナ感染症対策というのを施しながらの受験ということで、かなり神経使ったことと思います。どうぞとりあえず本試験終わりました。今回の徹底検証会で合格ボーダー答案、確実答案、得点というところを確認しましたら、少し自分を褒めて慰めて休暇を取ってあげてみてください。ではこれから徹底検証会行っていきますけれども、お手元に消費税法の本試験の問題と、あとレックの方で作成しました理論の回答、計算の回答、そして総評の方をお手元に揃えていただいて、これからのお話を聞いていただければと思います。まず今年の消費税の本試験ですけれども、難易度的にはすごく難しいっていうほどではなかったんですけれども、いかんせん理論も計算も結構な回答量、ボリュームがあったということになります。これを倍の時間与えてくれたら、落ち着いてケアレスミスもなく十分回答ができるっていうような気持ちになれたかと思いますが、上から 12-3% の合格者を決めるという試験ですので、こういうような傾向、ボリュームの多い傾向っていうのが、ここ近年のところで否めない状況というのがあります。計算についても、だいたい総合計算問題1台というのではなく、もう2台に近いような状況、特に今年の本試験の問題については、両方とも軽減税率、標準税率が絡んできているっていう状況で、原則と簡易と両方の計算パターンをさせたということで、とても大変な状況になっていたと思います。レックにおいては、計算についてはボリュームも多いですし、そして計算については問題文を読み飛ばすっていうこともケアレスミスも、いつもは落ち着いてできることも本試験会場で上がりながら解いているわけですので、焦りも出ますし、問題文の読み飛ばし等ありますので、計算については深追いしても得点が伸びない傾向がありますので、レックにおいては理論を覚えた、個別理論を書くっていうことを武器にして、理論の回答を厚くして理論で得点を稼いで合格を早くつかむということを推奨しています。今回の本試験についてもそのような傾向だったというふうに感じています。ではまず理論の方から見ていきたいと思います。まずは総評を見ていただきまして、理論は第1問になります。問1、問2とあったんですけれども、問1が実質、括弧1、括弧2、2台分あります。問2については、5種類の取引についての取り扱いを考えるという状況になっていました。総評の方を見ていただきますと、得点の配点不明でしたので、問125点、問225点というふうに配点しました。そして問1について括弧1、括弧2とあります。一つずつ順に回答の内容、ボーダーと確実な得点のところと問題の傾向について触れていきたいと思います。ではまず総評第1問、問1です。その括弧の1の方ですけれども、まずは異議規定について述べなさいというのが出てきて、そしてその後特定課税仕入れにかかる対価の返還等にかかる仕入れ税額控除の規定ということで、
レックにおいては基本的には個別理論の 35-2 というのを使っていきまして、ただ一つ特定課税仕入れ、これだけが理論の6を使うっていう状況になっていました。ですので理論の6と理論の23です。ですので理論 35-2 を基本思い出していただけば、特定課税仕入れの異議以外のものについては網羅して回答できるという状況になっています。ですので第1問問1括弧1については、理論の 35-2 の内容をしっかり書いていくというのが合格ボーダーということになります。ですのでまたここで回答の方を見ていただきまして、理論回答第1問問1の括弧の1です。括弧の1について17点の配点を入れています。でそれぞれ異議について9点の配点を入れたんですけれども、この9点の内訳というのは、特定課税仕入れ4点ぐらい、特定課税仕入れにかかる対価の返還等3点ぐらい、特定課税仕入れにかかる支払い対価の額が2点ぐらい、このぐらいの状況で9点というふうに異議規定に配点しました。そしてまず合格ボーダーですけれども、合格ボーダーは先ほど触れましたように、理論 35-2について思い出せば、特定課税仕入れにかかる対価の返還等から下は全部かけていくようになります。ですが特定課税仕入れが理論の6と、あと課税仕入れの異議について理論の23を使っているという状況になります。ですので特定課税仕入れだけが理論 35-2 から離れたところに配置されているということで、ここが書きにくかったなというようなことを考えて、合格ボーダーはこの特定課税仕入れが全然ちょっとね、この通りの言葉通りに、異議規定の言葉通りに書けていないので、0点、得点が取れてないっていう状況が、合格ボーダー、合格ボーダーですとここがしっかり書けなくて0点っていう状況は仕方ないかなっていうふうに少し感じます。そして合格確実なのは、この特定課税仕入れについての異議の上の3行分を、理論の6から見つけてきて書くことです。で課税仕入れの異議が書けないっていう状況で、特定課税仕入れで2点を取るというのが合格確実ということとなります。でそこから下になりますけれども、理論 35-2 を個別理論として思い出せば対応できますので、特定課税仕入れにかかる対価の返還等はボーダーも確実も3点必ず取る、特定課税仕入れにかかる支払い対価の額もボーダーも確実も2点ここをしっかり取るということです。そしてその次の内容と要件ですけれど、5点を配しました。でこれも理論 35-2 のところで書けますので、5点付したもの、合格ボーダーも合格確実も5点しっかり取っていただきたいというところになります。そして問題文のところに、施行例については書かなくて良いとなっていましたので、次のページ要件のところは帳簿の保存だけで良くなります。その他の部分というのが施行例規定になりますので書かなくて大丈夫です。ですがこちら合格ボーダーという状況ですと、合格ボーダーも確実も帳簿の保存以外に保存期間の方も書いてしまう可能性があるかと思います。これ触れなくて良いというところに触れたとしても合否には関係ありませんので大丈夫です。内容と要件ではボーダーも確実も5点取ってほしいというところになります。そして当然相続合併または分割があった場合の取り扱いも理論 35-2 のところにちゃんとありますので、3点を配しましたけれども、ボーダー確実両方ともここはしっかり3点を取っていただきたいというところになります。ですので問1括弧1については17点満点で、ボーダーで13点、確実で15点というところになります。そして次に
問1の括弧の2、価格の表示の内容です。実はこれちょっといろいろインターネットの方で拝見しまして、割と価格の表示については抑えてなかったっていうような言葉が載っていたんですけれども、レックにおいては価格の表示については全国模試で出題しています。そしてあと私の山だったわけなんですけれども、この価格の表示というのはフレッシュさ、タイムリーさの話題としては今年の本試験までがギリギリ状態。実はね、総額表示というのは税抜き価格と消費税を別に示してもいいっていう経過措置が、令和3年3月31日で切れています。ですが巷を見ますと、まだまだこの、一般消費者に価格を表示するのであれば総額表示にしなければならない義務規定について徹底されていないっていう状況が見受けられるので、ですのでここをしっかり徹底させるという意味で、1年過ぎたわけですけれども、ここでルフしておこう、徹底しておこうということで、本当は昨年本試験で出ればねタイムリーだったっていうことで昨年も山にしてたんですけれども、昨年の本試験出題されませんで、ですので今年の本試験タイムリーさとしてはフレッシュさとしては今年が最後になるので、この価格の表示は私は山を張っていますというふうに何度も言っていたところなので、すみません、8点の配点を付しまして価格の表示の内容の方に4点で、対象となるかどうかにそれぞれ1点ずつということで 8点の配点を付しています。レックの方ではそのように山にもしていましたし、全国模試でも出題したということで内容については4点合格ボーダーも確実も4点は絶対取ってほしいというふうに配点しました。それとあと対象となるかについては「い」と「ろ」だけは必ず正解させることできますので、「い」と「ろ」の2点というのがやはりボーダーも確実も取ってほしいというところになります。ですので問1括弧2については合格ボーダーも確実も6点、合格確実の方はこれ以上また加算点が増えてるかもしれませんけれども、レックとしてはすみません、内容の方でちょっと強気で出ていますので、こちら問1括弧には合格ボーダーも確実も合わせて6点取ってほしいというふうに設定しました。ですので問1については括弧1 13点括弧2で6点ということですから、ボーダーについては19点というふうに設定しました。確実は15点と6点ということで、合格確実は問1については21点というふうに総評のところに示してあります。そして次に問2になります。第1問問いには、事例の取引ということで模範解答の方と総評の方とまた見ていただきまして、まず総評の方ですけれども問い2について25点を付しました。で5種類ありますが、括弧2、括弧3、括弧4について得点をほぼほぼ稼いでいただきたいっていうような、他の括弧1、括弧5に比べると安易な内容っていうような状況になっているかと思います。で括弧5についてはちょっとこれ言葉の表現から読み取っていくとすごく意地悪な状況になるんですけれども、括弧5については実はたかだか2年前の70回の本試験の出題内容と、理論の問題が同じだったということになっているわけなんです。ここに気づけたかどうかということになるんですけれども、あと括弧1、船荷証券の取り扱いです。レックでは計算の問題で出したりっていうような試みはしているんですけれども、理論でこのように、出されたっていうようなところはちょっと論点として難しかったと思います。では問2になりますけれども、合格ボーダーとか確実どういう状況かということで模範解答と合わせて見ていきたいと思います。
まずちょっと問題見ていただきますと、第1問の問1の括弧の1というのは、 A 社は B 社のインドネシアの工場から、要は A 社はインドネシアから商品を仕入れて、これを日本に持ち込まずにマレーシアの外国法人 C に売っているということなんです。ですので、この流れを見ていきますと、国外で仕入れてそのまま直接マレーシアの C 社に売っているということですから、これは国外取引という売上だっていうところが分かってきます。難しいのは、この商品の仕入れの状況が船荷証券を買うことによって、商品代金を払うっていうことをしているというわけなんです。で、 A 社の本店で仕入れと売上の計上というふうになっています。ですので、模範解答を見ていただきまして、第1問問2の括弧の1になりますけれども、適用関係についてはこんなふうにしっかり書けないとしても、 C 社への売上は国外取引となる、ここだけはしっかり書いていただきたいと思います。適用関係に7点のうちの2点をとりあえず入れました。そして C 社への売上が国外取引となる、ここだけかけるということで合格ボーダーで1点、これ合格確実もこれだけの1点というふうに考えています。船荷証券について、船荷証券における商品の仕入れは課税仕入れに該当しないっていうようなところまではちょっと難しくて書ききれなかったんではないかと思います。そして次、理由ですけれども、課税の対象から入っています。レックで直前答案練習期に理論の問題の回答へのアプローチ、どのように応用理論を回答するかというときに、この何らかの収入がある、何らかの支出があるということで、売上と仕入れの取引が起こっているときの回答の書き方の定番ということで、課税の対象から流して、で、納付税の計算に関係していくという状況は、まずこの課税の対象から外れないということとなるわけなんです。そして今回の問題の特徴では、取引の内外判定っていうのがかなり全てのところに関わってきているという状況になっています。で、この収入があった場合には課税の対象から取引の内外判定に流して、そして結果計算で使う 7.8% 課税売上になるのか、輸出免税売上になるのか、非課税売上になるのか、非課税資産の輸出等売上になるのかというところを述べていくっていうような流れになるんだというふうに指導をしています。ですので収入の取引、つまり C 社への売上は国外取引となるというところは、課税の対象を書いて、そしてこの取引の内外判定、国内外判定は実は船荷証券の話のところにつながっていくことになるんです。ですので、まずこちら理由のところでは課税の対象を書いていただきたい、これに1点を付しています。合格ボーダーも確実もこの1点を取っていただきたいということとなります。そして取引の国内外判定ですけれども、通常資産の譲渡または貸し付けは、譲渡貸し付けが行われる時において資産が所在していた場所ということとなるわけです。で、この先船荷証券がどうなのかという発展形に行くわけなんです。そしてこの取引の国内外判定について、原則の考え方のところに1点を配し、船荷証券の考え方に1点を配しています。で、これは船荷証券のところは書けないというふうにしまして、で、合格ボーダーも確実も資産の譲渡貸し付けの場合の原則を書いていただきたいというところで、合格ボーダーも確実も1点というふうに、1点を取っていただきたいというふうにしました。
そして船西保険での仕入れが課税仕入れに該当しないということですので、課税仕入れの異議を書くということで、これに2点を配したという状況にあります。で、合格ボーダーの方はこの課税仕入れの異議までたどり着けなかったということで、ここが0点ということとなります。合格確実の方は船西保険での商品の仕入れについて言及できて、仕入れの取引が出ているんでしたら課税仕入れに該当するかどうか、課税仕入れの異議は必ず関わってくるということに気がつけて、課税仕入れの異議が欠けているというのが確実、合格確実の2点ということとなります。ですので7点を付しましたけれども、問いに括弧1、合格ボーダーが3点、合格確実が5点というふうに考えました。そして問い2の括弧の2です。問題を見ていただくと、特許権を外国法人 D 社に売ったということです。これは模範解答を見ていただくと分かりますように、特許権を D 社に売ることは輸出免税取引に該当する、これが書けるというのが適用関係のところになります。こんなしっかり書けなくっても、 D 社への特許権の売上は輸出免税取引になる、これを書いていただく。で、これは気がつけたんではないかなと思いまして、1点の配点を付しましたけれども、合格ボーダーも確実もこれは取ってほしいということとなります。で、収入があった売上ですから課税の対象、ただもうここは時間がなければ上記括弧1と同様というふうに逃げてもいいところになります。で、取引の国内外判定に特許権等の譲渡貸付についてという特例がありますので、ここを書くことになります。2点を付していますけれども、合格ボーダー確実とも、合格確実の方ともにこの2点は書いてほしいところになります。輸出免税取引となるということですから、輸出免税のところもこの該当する特許権の譲渡が無形固定資産等の譲渡または貸付で非居住者に対して行われるものということとなりますから、これを書いてその他一定のものについてはということで逃げて、輸出免税についても触れること、これに1点配しています。ここの内容については合格ボーダーも確実の方も全て4点が取れる内容だということで、ボーダー4点、確実4点取ってほしいという設定をしています。で、問い2の括弧の3、こちらのところは株券を発行していない株式を F 社に売ったというところになっています。で、これについても株券を発行していない株式で振替機関等が取り行うものではない株券の譲渡というのが取引の内外判定の特例のところにあります。今回売ったということで売上収入がある売上の取引をしたものについて、で、結構取引の内外判定の特例というのをしっかり使ってきた問題という状況になっていました。模範解答を見ていただきまして、こちらも取引の内外判定を見ていきますと、国外取引となる、国外取引となって課税対象外となるというのを書いていただきたい1点を付しました。課税の対象上記括弧1と同様です。取引の国内外判定、株式発行していないで振替機関等が取り扱うものではないというところを書く、これに2点を付して3点配しました。こちらの問い2の括弧さんについては、合格ボーダーも合格確実も3点ずつ取ってほしいという状況を設定しました。そして問い2の括弧の4になります。これは金銭
利子を対価とする金銭の貸し付けをしていて、その貸し付け先が外国法人 G 社だということですので、模範回答を見ていただきますと、この受け取り利息が非課税資産の輸出取引になる、このように書いていただきたい、このことに一点を付しています。合格確実もの合格ボーダーの方も確実の方も、ここは非課税資産の輸出取引になるということで、一点しっかり取っていただきたいことに形になります。そしてその後なんですけれども、取引の国内外判定のところにはきちんと利子を対価とする金銭の貸し付けまたは預貯金の預け入れ等ということで、きちんと利子を対価とする金銭の貸し付けの取引の内外判定というのが個別理論の中にあります。ですのでこれに一点を付しています。そしてこの利子を対価とする貸し付け金等の貸し付けは非課税取引です。で、非課税取引のうち輸出取引等に該当するものということで、非課税資産の輸出というところをが模範回答として使われています。で、配点としては取引の国内外判定1点、非課税取引1点、非課税資産の輸出取引に4点の配点を付しています。で、合格ボーダーの状況については非課税資産の輸出取引等だということには気づけるだろうということで、非課税資産の輸出で4点取っていただきたいというのが合格ボーダーということとなっていきます。で、合格確実ということですと、もうこの説明の流れとしてはきちんと理論立てて全部説明ができていくんではないかということで、全部かけていくというのが確実っていう状況につながっていくのかなということで、括弧の4についてはボーダー5点確実7点というふうに設定しました。そして最後問い2の括弧の5になります。これ問題文の文章だとだけ読んでいきますと、事業者向けの電子書籍の配信を受け購入したとなっています。で、事業者向けと書いてありますから、事業者向け電気通信利用役務の提供かと思い込んでしまいがちなんですけれども、これが第70回2年前の本試験でも同じ問題が理論として出まして、でどういう状況だったかということなんですけれども、これは国税庁の質疑応答のところで、事業者向け電気通信利用役務の提供というふうに確実に言えるものというのは、契約書において事業者と事業者の契約になっているというような、結構しっかり契約で縛られている状況で、消費者が絶対に入り込んでこれないものだというふうな確実な縛りがある状況のものが事業者向け電気通信利用役務の提供に該当すると言えるものなんだというのが国税庁の質疑応答のところで出ています。ですので、そこまで激しくしっかり事業者向け事業者に確実に限っているんだということが読み取れない文章問題だということで、模範回答を見ていただきますと、ですのでこれは事業者向けとは限定できない電気通信利用役務の提供を行ったということで、国外事業者が申告納税を本来行うことになるんですが、これを国外事業者が申告納税しなければ日本の事業者の方では仕入れ税額控除は認められないということとなる。ですけれども、ちなみに登録国外事業者だったら、登録国外事業者が申告納税を行うので、日本の受けた事業者の方が仕入れ税額控除が認められるという流れになるということなんです。で、理由として使う規定が仕入れ税額控除が認められるか認められないかという、仕入れ税額控除の全額控除のところを根拠規定として回答として使っていて、これで4点を付しています。で、この状況、もう合格ボーダーの状況ですと、
の何にも本当に全く的外れなことになってしまって、事業者向け電気通信利用義務の提供だと考えて、ある種問1の括弧の1 の 特定課税仕入れのとこの仕入れ返還等のところ の内容と要件なんかを書いてしまうしまって白紙を、ね、避けていくっていうのが、もうそれで0点というのが合格ボーダーの0点ということとなるかと思います。で、合格確実の方については、どこか例えば仕入れ税額控除の規定がね、規定をかけていて、これで、1、2点取っていくかっていうようなところになるかと思います。ですので、問2の括弧の5については4点を付しましたけれども、ボーダーの状況で0点、確実のところで1点というふうにしました。で、こうしていきますと、問2については合格ボーダーが3点、4点、3点、7点、0ということで、問2については、3点、4点、3点、5点、0点ということで15点、確実が5点、4点、3点、7点、5点、4点、3点、7点、そして、最後問2の括弧の5が、1、2点ということで、2点取ったとして、全額控除で2点取ったとして21点というふうに配点を付した形になっています。すいません、15点と括弧の5が1点だということで20点というふうになっています。ですので、こちらのところ総評に戻りますけれども、理論です。ボーダーのところが19点と15点の34点、確実が21点と20点の41点というふうに付したという状況になっています。そして次が計算の方になります。計算の方もまず総評の方を見ていただきまして、もう本当にすごいボリュームの計算だったと思います。第2問の総評ですけれども、問1は軽減税率と標準税率が混在した原則課税の問題にリバースチャージ方式が加わっている、関わっているという状況になっていました。で、問2は標準税率と軽減税率が混在した簡易課税の問題という状況でした。で、問1、問2、配点不明でしたけれども、すいません、ちょっとこれ間違った配点で言っちゃってるかもしれないんですけれど、問1を34点、問2を16点の配点というふうにしています。30、20で最初配点付したんですけれども、第1問の方がやはり回答量が問1のが問2より回答量が多いということで、問1を34点、問2を16点というふうに配点をしました。で、まず問1について見ていきます。問1の特徴としては、時間に余裕を持って回答すれば難易度としては高いというものではないですから、得点につなげられたわけなんですけれども、リバースチャージ方式と複数税率の混乱ということで、やはりですので得点、高得点を望むというのが難しかった問題 になっていたかと思います。そしてここ近年の傾向なんですけれども、納税義務の有無の判定についてかなり本当に複雑なものが年々出題されてきています。今回は実は消費税法だけでは太刀打ちできずに、会社法まで使わせたっていうような、消費税の本試験とはかけ離れた、これ消費税に出すのはどういうことなのかっていうふうにね、思うぐらいの問題という状況になっていました。
ではまずは問1の方から模範解答を見ながら合格ボーダーと確実の得点箇所のところをお話ししていきたいと思います。計算の方の模範解答を出していただきまして、34点の問1の配点になります。最終的に合格ボーダーが34点中18点、合格確実が24点というふうに得点のところのお願いというのをしています。ではどこを得点してほしいかということとなるんですけれども、もう本当に納税義務の有無の判定で、これもう法12条の分割等をからもう入ってしまうかと思うんですけれども、法12条の分割も実は適用するのが途中からということとなるんです。でそもそもそこで引っ掛けますし、納税義務の有無の判定で分割等をやっていたら大変なことになりますので、どのぐらいの答案でいいのかということで、まず計算の全然課税期間です。法9条1項0円は1000万円以下、あと法12条の2の990万円は1000万円未満で、これで納税義務なし、もう分割等をやると納税義務ありに変わってしまうと思うんですけれども、この法9条1項と12条の2を書いて納税義務なしって書くぐらいで合格ボーダーっていうかね、それぐらいでいいと思います。でそうするとこれ奇跡的に納税義務なしの2点が合っていくんですけれども、ここはちょっとそれで納税義務なしというふうな状況で2点っていうのはまあ合ってはいるんですけれども、この2点というのが取れるかというとそうではないんではないかということで、このページで2点取れるところはないというふうに考えています。で次のページも基本は同じです。で次のページはなぜこれ4月1日から6月30と7月1日から3月30というふうに全課税期が分かれているのかというと、実はこれが会社法の規定が関係していまして、今回レックでは解説の方を出してませんで、回答冊子ができた時に解説の方をつけていくんですけれども、会社法の中に子会社の設立から6ヶ月以内に資産を親会社から子会社に譲渡しますと、これ一定の事後設立として分割があった場合の法12条の判定が起こるということとなります。でこの時の法12条の分割、事後設立としての分割があった日はいつになるかというと、資産を譲渡した日ということとなるわけなんです。ですのでこんなふうに全課税期間が2つに分かれているわけなんです。ですがここも法9条1項0円は1000万円以下、法12条の2は990万円は1000万円未満で該当しないということです。であと実はもしかしたら全課税期間確定申告して納付しているっていう状況がありますので、全課税期間がもしこの一文をで問題文から読み取って、あ全課税期間確定申告して納付しているんだったら課税事業者じゃないかっていうふうにピンときた場合は、法9条1項書いて法12条の2書いて、で最後全課税期間確定申告して納付しているのでゆえに納税義務ありっていうふうに最後の一文付け加えるぐらいがちょっと洒落たかなぐらいな状況で、こんな中を2つに分けて判定するなんていうことできないはずです。ですのでもしここで納税義務ありという状況のところがあっていたとしても、これについてで得点がね取れるというふうには考えていないという状況です。で最後当課税期間です。当課税期間は法9条1項、自分自身の基準期間における課税売上高の195万9150円っていうのは出せるでしょう。これが合格ボーダーの方、合格確実の方、この2点は取ってほしいというところとなります。であとは法12条の
ね、もうここ完全に分割等、事後設立としての分割等の判定なんですけれども、これもこんな難しい算式なんて立てていられませんから、ここは195万9150円と親法人の何らかの金額と合計して1000万円を超える金額を出してしまって、絶対等価税関納税義務ありになるはずなんですから、そしてゆえに納税義務ありと書いていく、これが合格ボーダーであり確実である答案ということとなっていくかと思います。そして次のページ、課税標準の中です。合格ボーダーとしては、特定課税仕入れについてその金額のまま使っていくというところの2点を取ってほしい。それと 6.24% 分の868万122円の2点の4点を取ってほしい。これが合格ボーダーということとなります。であと合格確実ですと 7.8% にある26万6598円この2点も取るというのが合格確実というところとなっていきます。で、この計算の問い1に関しても国税庁や財務省の質疑応答集とか、あとは軽減税率の Q&A ということで国税庁から出ている資料からたくさんの問題の中に織り込まれている状況というふうになっていました。で、次のページ課税売上割合のところは非課税資産 の輸出取引等の2点を合わせるのが合格確実の状況ということとなります。で、次の控除対象仕入れ税額の頼みのところですけれども、合格ボーダーは 7.8% の6325498 6.24 の一番最初の括弧書き11140138-273456を合わせること、それと輸入取引の還付消費税の1435を合わせる、この6点を合わせるのが合格ボーダーということとなります。合格確実はこれに加えて 7.8 のところにある32万7833円を合わせるのが合格確実のプラス2点ということとなっていきます。次のページは日の見のところの534473、これを合わせるのがボーダー合格確実ともにこの2点は取ってほしい。それと共通のところの括弧書き486961-9769、これの2点を取っていただくのが合格確実の方、ボーダーの方両方ともということで、このページはボーダーの方確実の方ともに4点を取っていただきたいということになっていきます。そして次に中間納付の150万8400円の2点、これを取っていただきたいのが合格ボーダーの方、確実の方両方ともの2点ということとなります。計算問題については、実はこの問1からやるのか、それとも問2の簡易課税からやるのか、どちらを先に手掛けるかによって仕上げ具合というのが大きく変わってきてしまうかと思います。後で解説しますけれども、問い2については簡易課税、それがみなし仕入れ率が6種類もあったということで、問い2から手掛けて簡易課税だから簡単かというとそうではなかったということで、そうしますと問い1で得点を、ね、多く付されたものの方からを先にやった方が実は良かったのかななんていうような、もうこれ結果論です。ですのでなかなかこの問1もですから34点は廃しましたけれども、最初に触れましたようにボーダーが18点、確実が24点というようなところかというふうに考えています。で、次が問2です。まずちょっと総評を見ていただきますと、総評の問2は問題の傾向として事業の種類と課税
事業の種類と標準税率か軽減税率かの判定は合わせることができたんではないかなというふうに思います。ですがそのみなし仕入れ率が6種類という状況となりまして、回答案用紙の回答枠から判断したところ、レックでは6種類全部を回答していくととてもではないですけれども時間が足りないですので、大きいみなし仕入れ率になると考えられる2種類だけ、1種と3種との組み合わせ、2種と3種の組み合わせで比較して大きい方の金額を回答するという模範回答を作った状況になっています。とてもではないですけれども全部の計算式を示すのは時間的にも回答枠的にも無理だということで、簡略的な回答方法というのを取った模範回答にしました。では問い2の方、第2問問い2は合格ボーダー確実どんな状況かというのを見ていきたいと思います。で16点の配点をしましたが、合格ボーダーとしては12点を取る、合格確実が14点を取るというふうにしました。まあ、先ほどお話ししましたけれども、どちらから先に手をつけたかということと、もうあまりのボリュームで、あと複数税率、混合税率になっているということで、もうかなりの打ちのめされた状況にあるかと思います。こんなふうに結構な得点を取ってほしいなんていうふうに望んでしまっていますけれども、計算の得点というのは思いのほか伸びてないと思います。理論も全くね正反対のことを書いてしまった電気通信流域務の提供なんていうのもあるかと思いますけれども、それでも理論について得点を取る方が計算よりは覚えてさえいれば得点はしやすい状況で、理論での高得点、理論での得点というのを抑えて、で計算の方でギリギリのところをね狙っていっていただくっていうのがやはり戦い方としていいんではないかなというふうに思います。では問い2です。ボーダーと確実どこを取ってほしいと考えたかというと、まず最初、納税義務の有無と簡易課税の適用の有無の判定です。これは1点ずつ2つありますが、これは合格ボーダーも確実も1点ずつ両方取っていただきたいところになります。で、次の課税標準額ですが、これは合格確実な方でしたら6673万が合うかなということで、合格確実がこの2点を取ることというふうにしました。そして次のページの貸し倒れ回収にかかる消費税額、これは合格ボーダーの方も確実の方も取ってほしいところになります。そして控除対象仕入れ税額の計算に行くんですけれども、事業の区分と税率が標準化軽減化ぐらいは区分がきちんと間違いなくできるだろうということで、第1種の197万1000円と第4種の178万円、これは合格ボーダーも確実の方も取っていただけるということで、このページの6点は合格ボーダーも確実も取っていただくというような状況で配しました。で次のページのところからがもうすごい状況になっています。先ほど話しましたが、1種と3種、2種と3種の組み合わせというところでだけレックでは模範回答を示しました。こんなところとてもではないですけれども、問1からやるのか問2からやるのかによりますけれども、もう相当ね焦ってきた状況にあるかと思います。ですが、次の売上にかかる対価の返還等にかかる消費税額と貸し倒れにかかる消費税額、これは振り回される前の短時間で正解が得られるものから先に解いていけという回答の手順に従えば、売上返還等の消費税4万6487円と貸し倒れの消費税2万4336円は合わせられるということとなりますので、合格ボーダーも確実の方もこの4点は取っていただきたいということとなります。
で、そして最後のところ、納付税額なんか絶対1個ありませんということで、第2問問い2について合格ボーダーが12点、確実が14点というふうには、採点とかね、得点 の、 お願いということにはなってしまいます。ですので、総評に行きまして、問1がボーダーが18点、問2が12点、合わせて計算のボーダーが30点、合格確実が問124点、問214点ということで38点。で、理論と計算を合わせますと、合格ボーダーが64点、合格確実が79点、まあ、80点ぐらい取れば合格確実なのは本当にね、確実っていうふうになるわけなんですが、まあ、この合格ボーダーライン64点ぐらい、このあたりを目安に消費税法の試験の結果待ちというのをしていただくとよろしいのではないかなというふうに考えます。このように今年の本試験も、特に計算に関しては本当に混乱を招いて、落ち着いてさえいれば、後でこれね、時間かけて解き直せばきっと正解が得られてくるはずの状況ですけれども、本試験会場でこれだけのボリュームのものを出題されたら、もう資料整理だけで大変なこととなっていきます。ですので計算については思いのほか得点が伸び悩むとか取れないっていう状況があったのかと思います。ということで、本当に大変な試験でした。精神的な苦痛もありましたし、それに加えてこんなボリュームで惑わせる問題ということとなっていました。どうぞ、まあ、この合格ボーダーの状況というのを参考にして、今後の税理士試験の勉強に進むのか、これ最後、消費税が最後です、であと仕事の方に打ち込むのか考える一つの手立てになっていただければと思います。では皆さん本当にお疲れ様でした。少し休憩をとって、美味しいものでも食べて、自分を癒してあげてみてください。では消費税法令和4年度本試験の徹底検証会、こちらで終わりになります。皆さん最後までありがとうございました。お疲れ様でした。